今日から俺は YouTuber 火曜日担当の桜井です。今日は、パンチの呼び方、やっぱ以前にもやっぱそういうパンチの呼び方の動画をまあ何本か出てると思うんですけど、僕はそれをちょっと家で見れて全然ちゃうやん、めちゃくちゃ思ってて、それはほんまにあのやっぱ避けるだけ、例えば構えてもらってて、多分そのジャブに対してこういう呼び方やったり、こうスウェーの呼び方やったりで、そのやっぱプロの選手とか、まあ、プロの選手っていうか、まあ、ラウンドが長い場合やったら、まあ、そういうリズム取って休んでるうちの避けるっていうのもいいと思うんですけど、やっぱアマチュアの高校生の試合やったり中学生の試合やったら2分3ラウンドしかないんで、もうそんな悠長にリング使って受けてる時間ないんですよね。やっぱり 3分と2分ってやっぱ結構違うんで、なんでその避けるのにしても、その避ける攻撃のための避け方っていうのが絶対必要なんで、で避けた後こうやって飛んでジャブの時のことか避けてスーッこう避けてっていう、なんかこういうのをしてるうちに時間なくなって、その避けた後の攻撃もできないんで、避ける攻撃のための避け方を今日はちょっとやっていきたいなと思います。なんで、例えばワンツーの場合だと、僕の場合ジャブ打ってきたところにでツー、もう大体そのあんま見え、そのしっかりパンチを見て避けてる人ってあんまいないんで、もう勘ですよね。やっぱりあこの時ワンツー来んなーって時にツーに対してこう、なんていうんですかね、抱え込むように、抱え込む、背負う、そう、相手の背負う、相手の腕を背負うようにこう中に入ります。で、こっから僕が前教えたような回り方、牛の足から回っての攻撃っていうのにつなげれるんですよ。こう、ワンツーって言うんですか、1、2、入ってトントンっていう感じで、もう一回逃げるの早いです。もうちょっとドン、入ってトントン、トントン、前つなげるっていうのを僕は結構このブロックの最中でもこうフック、ワンツーフックっていうんですか、ドンドンドン、ここで避けるドンドン、入るっていう足の動きと連動させて、ここにツーってツーって、ここに入り込めば、やっぱこの位置って打てないじゃないですか、松田さん。あ、ちょっと待って、この位置ってやっぱここに立って松田さんがこう打ってる状態って、どっちが有利って考えたら、ほんなら 500% 僕なんですよね。やし、ここで打つだったら印象いいと思うんで、そういう見方をしてほしいなっていうのは思いますね。あとは僕ね、あと避ける、こっちが僕で言う右側に避けるなんです、避けるんですけど、僕からの攻撃を仕掛けてジャブ打って、相手がジャブ打ってくると仮定してっていうか、その感覚でジャブ打ってくるんですか、その時に1ドン1アッパーやったり、それも抱え込むようにドン、相手の懐に入った方がやっぱ遠かったらそれはもちろん届かないですけど、自分のパンチも届かないじゃないですか。その相手見合ってるだけじゃ意味ないんで、もう思い切って中にドン入り込む、あの入り込んだらあのパンチ打てなくないじゃないですか。ごめん、やっとだ、打てない顔してください、ドンドンっていう感じで打てないと思うんですよ。しかもけど僕のパンチは当たるんで、そのまま攻撃につなげられるっていう面もあるんで、足を踏み出す、こっちの僕の場合前足をこの体重を使うんですけど、よくジャブっていうのに前足を踏み出す、そしたらここにためが作れて、ボディやったりアッパーやったりを打てるんで、やっぱりその避けるにしても攻撃につなげる避け方をしな僕は勝てないと思うんで、そんなカットつけてもうシュ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 やってるだけじゃそんな世界は合わないです。ということで、お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは、今日から俺は YouTuber、
大阪府の池田市石橋ボクシングジムの生島です。9月2日、今日からオープンしまして、駅から徒歩4分のところになってまして、大空第3ビルっていうところの2階でやってますんで、またお近くの方、ご興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひお立ち寄りください。お願いします。